どうも、ホルモンゴイチの西条です。あれです、まあ、一人焼肉ですけど来てて、もうね、キンタンっていう東京とかにもある焼肉屋さんのロンドン店なんですけど、ここね、今コロナでどうなってるかわかんないですけど、日曜日とかだったら夜食べ放題とかやってるんですよね。でね、まあなんか何回か来たことあったのですが、今久しぶりに来てみてですね、ここね、昔来た時に何に感動したかっていうと、その食べ放題の時にね、これですよ、白ご飯。白ご飯ね、ここめっちゃ美味しかったんですよ。まあなんか、そうですね、なんかここね、ちょっとね、まあ、僕はこっちで知り合った学校の人たちと仲良くなるきっかけになった、ところだったりして、思い出のチーラムですとか。お昼のメニューはですね、こんな感じで4個選んで、この値段でいろんなのから選んで、こっちのプレートメニューもありますが、食べ終わったんですけども、このホルボーンっていうあたりをちょっとうろついてみようと思います。ここら辺の通りをちょっと歩いてみようと思います。というか、あれなんですよ、ここら辺ですね、でこう語学学校が集まってて、僕もこの近くの行ってたんで、よくここら辺で遊んでたっていうか、お昼ご飯とかですね、結構食べたりとかしてたんですが、なんか懐かしのとこら辺とかうろうろしてみようかなと思います。では、これキンタンをですね、出てですね、左の方にずっと行くと、そのホルボーンともう一個のその、そのチャンセリーレーンの間に、いろいろまあお店があってですね、今この、チャンセリーレーン側に歩いてるんですが、ここのあのシティオブヨークっていう、古いパブがあってですね、ここも、前紹介したジオールドチェシャーチーズの同じぐらい多分古いんかな。でもこれ1430年に建てられてるって言ってるから、でもなんかパブとしてはジオールドチェシャーチーズが多分古いはずなんですが、こういう古いパブがあってですね、ここもなかなかいいんですよ、なんかすごい雰囲気があって、このままずっとまっすぐ行くと、なんだ、セントポール寺院とか、そんなたどり着くのかな、確か、なんですが、ちょっとまあホルボーン側に歩いてみたいと思います。キンタンを中心にして今動くと、まあちょっと変な感じにはなるんですが、さっき言ったキンタンね、ほんでちょっとこう渡ってみますか。これね、渡ってここの横にちょっと行くとね、今はもうだから、なんだ、コロナの影響で今多分一時的にだとは思うんですが、もしかしたらこのまま閉まっちゃうのかもしれないですけど、ここのメキシコ料理屋さんがあってですね、ここは
結構美味しかった覚えがあって、何回か結構行ってましたね。あのブリトーとかそういうメニューがあってです。ブリトー美味しいですね。こっちでなんか何回か食べたんですが、ここはおすすめです。ここで多分いろんなところに多分ある店だと思う。なんかチェーンのはず。なんかマスクマークがね、目印で結構あるんで、多分チェーンのはずなんです。ロンドンバス。あ、でここはあのポールですね、まあ、パン屋さんなんですけども、確かフランスのパン屋さん。ここも美味しい、ヒヒのパンとこうおしゃれに飲む感じの、ね、で閉まってますけど、あのこの前にですね、セインズベリーっていう、あのセインズベリーローカルって書いてます。あれちっちゃいセインズベリーなの。セインズベリーってあの言ったらこっちのそのスーパーなんですけど、ここによくですね、なんかあの休憩時間にお菓子とか買いに行く人とかいましたね。はい。あ、でここは、ウェザースプーンっていう、でっかいパブチェーンがあるんですけど、そこの、一個お店で、ここはね結構安いんですよ、ビール。そう、ここはよく行きましたね。なんかちょっと結構思い出深い場所なんで、まだここも多分行くとは思いますが、ちょっと今日は、お腹もいっぱいなことがもうあって、まだ今度行くと、今多分メニューとしてやってないんですが、なんかね、あの曜日ごとに日替わりメニューとか、木曜日が確かカレーの日とか、そういう感じでやってるとこですね。ウェザースプーンっていうそのチェーンなんです。あ、ここはあれですね、もう閉まってますけど、プレタマンジェっていうコーヒー屋さんですね。ここもよく、僕もほぼ毎日ここであのコーヒー買ってましたね。99ペンスでプレタコーヒーっていうのが飲めるっていう。ここのプレタはね、あの店員さんが僕行ったら、あ、ブラックフィルターとか言ってなんか言ってくれて、勝手に出してくれるようになってしまったという、とこなんですが、で、あとここはあれですよね、日本にもありますけど、ジアレーっていう、タピオカ屋さん、タピオカミルクティーの店です。そう、これですね。あ、フルーツヨーグルトとかある。お腹いっぱいとか言って、こういうのを見たらね、飲みたくなるんですよね。フルーツヨーグルトにこれはタピオカ入ってないかな。あ、そう、あれですよ、このダルゴナコーヒーシリーズがあってですね、あの韓国発祥ですかね、ダルゴナコーヒーに、タピオカが入ってるんですが、で、ここはですね、あれですね、ユニバーシティアーツロンドン、ユニバーシティアーツオブロンドンやったかなっていう、UAL って言われてるんですが、ね、なんか結構いろんなとこにあって、ユニバーシティオブザオブジユニバーシティオブジアーツロンドンかってとこなんですけど、ロンドン芸術大学っていうあのとこの付属の語学学校だったはずです。ここはなんかファッション系とかを主にやってて、ファッション系とか、ファッションとか、確か絵とか、なんかそんなコースがいろいろあってですね、英語以外のこともプラスで学べますみたいな感じのところで、高校の学生さん結構うじゃうじゃいてます。ちょっと笑ってみます。あ、アートコーがオリバーボーナス。ちょっとまあ道戻ってですね、右手に UAL さんって言った、ね、ここであのよく遊んだ通りがあるんですよ。遊んだとか、よく昼飯をここに行ってた。ここね、ここ面白いですよ。ここでよくみんなで食べたんですよ。かなり行ってたんですよ。なんでかっていうと、ここイート東京はね、パブですけど、
食べ終わった後にこれ今結構ハードって判断するわ。そうね、ジアレイがありましてですね、で、なんか今調べると日本のジアレイではダルゴナコーヒーやっぱ売ってないらしくって、じゃあ飲んでみようかな。飲んだことあるんだ。どれがいいんだろう。うわー、うまいよな。抹茶、抹茶は地雷酒ですね。うん、一番このスタンダードなこれいってみましょうかね。ブラウンシュガーで、これエリオカクリームブリュレミルク、クリームブリュレミルクってみましょう。これ、なんだろうね。メニュー的にはですね、こういう感じ。こんな感じの店内ですね。これね、医療従事者やったらちょっとオフなんですよね。オープン当日に来て、ロンドン、1号店とかイギリス初出店のお店がここなんですね。来ましたね、ダルゴナ。ちょっと外で飲もうと思います。まあ、せっかくなんで、近くの公園まで行って飲もうと思います。今ちょっと歩いてですね、あれですわ、ジアレンのちょうど裏手にある公園に向かってるんですけど、この泡ね、泡がいい感じですね。なんか家とかでもね、作るの結構流行ってたんですよね、確かロックダウン中。おうちカフェみたいなんで、インスタとかでよくそういうのは見てたんですが、僕もね家で作ったりとかしてましたけど、泡立てんのが大変でね、なかなかめんどくさかったんですが、まあそれにタピオカ入りバージョンということで、飲んでみようと思います。ここの公園はね、確かね、バーベキューとかもやっていい公園なんですよね。ほんまにだだっ広い公園なんですよ。そう、バーベキューをやってよかったはず。なんかネットで調べたらそれが出てきたはずなんですが、まあやってる人はいないのか見たことないのか、やってはいけないのかよくわからないですか。まあ今ね難しいですよね、実際やるのもね。ということでですね、ダルゴナコーヒーいただきたいと思います。ああ美味しいですね、甘い。混ぜたらね、結局ねミルクコーヒーやんってなるんですけど、でもやっぱりあれですよ、そのふわふわ感というかね、下に黒糖が黒糖が固まってて甘い。ってことで、このジアレイのですね、おそらく、ロンドン店だけなのか、なんかどっかにも多分店舗海外もあるんだからありやろうけど、とりあえず今調べところね、日本ではメニューなかったダルゴナコーヒーのジアレイタピオカでした。これでも多分家でやろうと思ってもタピオカ凍ってきたら、できますよね、めんどくさいけど、試してみるのもいいんじゃないでしょうか、家で。ってことで、もちもちしたタピオカを飲みながら
飲み切りたいと思います。では、トロンボーン中野です。トロンボーン国章です。トロンボーン西条です。トロンボーン元気です。トロンボーン山上です。トロンボーン